はいどうもポルックです。それでは今回もドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてやっていきたいと思います。さあちょっと1回負けたマリューネドラーにもうそろそろ勝てんじゃねえかということでちょっと行ってみたいと思います。さてさてどうかな。まあ行動不能がかなりきついということなんでですけど、あ引っかかっている。どうかな、ちょっと行動不能はマジで運みたいなとこもある気がするからな。さあ来いマリューネドラよ。再びですよ。さあ来ましたね。グワオ、あれはマリューネドラ。いてつく湖に封じられし古の存在なり。はい、かつての力が蘇ったということでね、強くなってるんですよ。じゃあだからね、はい、まあ2回目だからもうパッといきましょう。さあまあ行動不能はねどうしようもないので、対策が。そうベロニカ見て、ベロニカの装備整えたんですよ。トコシエの包囲とトコシエの帽子でなんかね可愛くなったね。いやギャルもギャルの姿してるベロニカも良かったんですけど、ちょっとベロニカに寄れないのが残念やなこれ。はいね、なんかこんなんなりました。はい、ということで行きましょうか。まずポルから、そしたらこの剣の舞が強いんだわね。剣の舞していきましょう。634、何にもしなくて634ですからね。連携何、あーこれはちょっと置いときましょうか。スクルト、そうバイキルトもルカにも何もなしでそんだけ食らわすことができるので、というところにバイキルトポルかけていきましょうか。そうあとベロニカこれノースリーブでちょっとねなんかエロさを出してきてるという、その体型でエロさを出してこられてもっていうところなんですけども、さあどんどん防御力は上げていきましょう。スクルトで、スクルト2倍掛け2段掛けするのがすごい個人的に好きです。さあベロニカがこける。いやでもな、スクルトに2個かかってるグレイグで86食らうんでしょ、結構強いよねそれって。では守備力を下げていきたい。鉄鉱山下がれ、会心やけど守備力は下がってないな。剣の舞でいきますか。バイキルトのおかげでだいぶ強いぞ。セーニャは回復でいきましょう。普通にメホマラベロニカこけてんのが早く立ち上がってほしいところなんですけど、腰を抜かしている。次のターン立ちそうですね。焼けつく息、あーそうベロニカがずっと封じられてる。さあ巨大な体、さすが戦闘2人は硬いな。もう一回剣の前で、さおっと見捨ている何か。さあグレイグもう一体鉄鉱山行こうかな。下がんないな守備力、めちゃくちゃ下げたいとこなんですけど。さあただベロニカは体力が少ないので、青年のベホマラーでほとんど回復しますね。おたけび、おっとポルがすっ転んだ、これは良くない。で3回攻撃なんもななかなかきついところ。全員生きている。セーニャが行動不能になってないのがかなり救いですねこれ。ベホマラ行きましょう。立て直しがしやすい。さあ次のターンにポルもベロニカも戻りそうな感じがしますが、それ以上にさらにまたナイス守備力も下げた。うわーこれまずいな、これオッケーナイス。これやりようによってはベロニカが終わってしまいそうなんです。ギラグレードやばいぞ。オッケーまだ全員生きてる、全員生きてたら大丈夫。よし来た、これはチャンス。剣の前行きましょう。守備力も下がってるし攻撃力も上がってる、これはかなりのダメージが1459、めちゃくちゃ強いな、めちゃくちゃ強いなお前。どうしよう、
まあ、バイキルとグレイグっていう手もあるけど、ちょっとベロニカを使いたいのでメラガイア。ドン260。まあまあいいでしょう。ちょっと魔力覚醒とかしてないからあれなんですけどね。さあでは無心攻撃512、攻撃力下げた、いいよ。でここベホマラーで、さあこの攻撃耐えれたら嬉しい。おたけびポルガー、一番攻撃できるポルガ。守備力が元に戻ってしまう。ギラグレイド、ベロニカ耐えて、おお、ベロニカにいかんかった攻撃。よし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 、耐えとる耐えとる。セーニャはベホマラーで、さあベロニカ、メラガイアでいくか。そうか、攻撃力下がってんのか今ネドラの。259、これで終わってくれるかな、どうかな。無心攻撃いきましょう。まだです、全然まだですね。うおー、コードフノが多い、まずい。セーニャがやばい、あーやばい、あーセーニャが、マジか。いやこれ多分剣の舞したら割といいダメージ入ると思うんですけど、セーニャに経験値を入れたいのでザオリクしましょう。で次のターン耐えてもらいましょう。いやちょっと231じゃ無理かな、どうしても無理そうなら。でも次のターングレイグとベロニカが OK、 ナイス、全員ミス。あーベロニカ、ベロニカに行くなよ。よし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 、全員来てる、これはチャンスなのでは。ゾーンに入った、なんかできる、連携ないね。じゃあメラガイアで普通に。さあゾーンに入ってるぞ、288。さあポル、剣の舞行きましょう。何歩入るかな、何もしてなかったら600何歩だったんで643。ダーシャー、倒した。いやーレベルが上がるといけるもんだね。さあ全員にちゃんと経験値も入っていいですね。64に上がっていく。全員上がんのかな、これマルティナ63、いいねいいね、やっぱレベルが正義だな。はい、ちょっと見ていきましょうかね。20ポイントでしょ、配信図ある、あここ開けるか、あここいいですか、うん、開けた、うわこれいいね、カメラ24、カメラ動き動くしちゃう、うん、かわしい図あるのにね、2頭のところで、これだけ3件、うん、カメラ攻撃力を上げたいところでね、スパイスアップ、ゾーン効果アップ、うん、どこ見ればいいかな、さあ、さあ、さあ、神むずい。神はどうしよう。どうしよう。レオンたちの戦いは、18は、こっちのことさ。僕らは、足りない。12、16は足りないわ。さあ、宝箱を落としていった魔竜の魂。お、やった。珍しい素材に変えれるやつや。よっしゃ、ネドラ倒したぞ。これでね、まあ、またグレイモランは平和になっていくんでしょう。じゃあ、ちょっと、グレイモランの方に行きましょうか。めっちゃ夜や、そんな夜にごめんね、シャール様。さあなんか何言い合いしてんの。商船が海の魔物に押されて沈没したそうですよ。それもなんか物騒ですけども、まあただ単にこれは魔物が増えているということで、何か事件性のあることではない。結構クレイモラ周りねイベント多いんですよ。聖獣を聖獣に戻す、なんやったかな、ゴンババやったかな、ちょっと名前忘れたけど、あれを、だから、雷電、なんか、なんや、雷系の呪文でトノベをさせてくれみたいな、やつとか、あと、マヤ、まだ、金ピカ病になってるから、寝てていいんかい。はい。ということで、昼にしてきましょうか。昼というか朝というか。さあさあ、シャール様倒してきましたよ。
マリウネドラめちゃめちゃ強かったけど。おっと、こっちはあれか、魔竜の魂の話か。さあ倒してきたよ。うん、ことといいのいいはその感じで合ってんのか僕こういう時使わないですけど、でもそれ漢字で書かないとととい、ととい、とかになってなんか見にくいもんね。そういう意味で漢字にしたんかな。はい、感謝されました。はい、さあなんだ、クラウンダガー、強そう。はい、見てみましょうか。カミュー、まあ大体ブーメランばっか装備してんねんけど最近は。クラウンダガー強いね、339。サラマンダーと、まあ、並ぶくらい強い。あ、このサウザンドダガーっていうやつどんどん強化してビリオンダガーまでいけるんですよ。なんかサウザンドからミリオンになって、その次ビリオンまでいけるという。そこまで強化したらどうなるんかな。クラウンダガーとかどれぐらいになるんでしょう、うん、ただまあサラマンダーはプラス3でこのクラウンダガーより弱いからっていう感じですね。はい、まあまあまあいいもんもらったということで。さあ、じゃああなたはちょっと魔竜の魂を何かに変えてほしいけど、今別に欲しいもんないな。闇の涙、闇の涙っていうのがまだ欲しくなってることがないから、多分いつか必要になりそうなんで闇の涙に変えておこう。1個しか持ってないよね。 OK。 はい、じゃあ次何しようかしら。マヤのとこに行くか、せっかくクレイモラン来たし。はい、誰かの悲しみの声が聞こえてくるのです。薄暗闇で嘆く女の子の声、バイキングのアジトの北から聞こえます。ということでバイキングのアジトの北に行けばいいということでしょう。近くの地図を見たい。これだね、バイキングのアジトの北、要はこの海を渡ってヒュインと行ったとこですね。ということで海を渡ってヒュインと行きたいと思います。さあクレイモラン地方ですけど、バイキングのアジトに来ました。さあ、これカミュのね昔の仲間なんですよね。魔物に変えられない状態でいますね。ようようカミュ、君たちの仲間でしょこれ。黙ってる、聞いてもらいたい話があるんだ。ここでしょ、ここやん、来てるやん今。おう、昔何かあったのでしょうか。みんな知らんもんね。どうも放っておけん。おお、なんでそんな気がするのかな、不思議だね。どうしちゃったのかしらねえ。何をこう悩んでるんでしょうか。何か思い詰めてるみたいなの。神はもう覚えてるのか、記憶はちゃんとあるんかな。なんか一回前の世界ではさ、記憶喪失してなんか戻るときにその記憶も戻ったみたいな感じじゃなかったっけ。まあでも分かってるんでしょう多分この感じは。マルティナにね戦記のドレスやったかな、着せたらこんなんなったよ。なんてお姫様らしい、めっちゃ似合ってるし最高ですねマルティナは。はい神だけは妙に慣れてる気がするのよね。なんででしょうね。さあちょっと話聞いてみようか。エイサホー、アジトでやんす。何の用で、間違えてきたと思ってるな。さあなんか荷物運んでるね。新入りなんですね。毎日こき使われてる神もそんな時期があったのでしょう。さあなんかセーブポイントあるな、しかも全開した。なんだ、なんか一応じゃあお祈りしとこう。こういう時はセーブしといた方がいいって学んだからね。もう今まで散々セーブなんてせんでいいやろっつって乗り込んだらボコボコにやられるという経験をもう数回したからさすがに学びました。さあなんだお前、酒飲んだんか、やっぱり。ほんまによ、この辺は何もないかな。うん、何もないですね。さあこの先、お、女闘士みたいなもいる。うわ、でかいやつもおる。何この金ピカ、金ピカ、何か用でもあるってのか。さっぱりわかんねえがね。ガハハ、
陽気なもんですよ。あいつ無事でいるか心配だな。神のことなのでは。まあまあ、なんかなんや、アジトの北側って言われてたから、北に行きましょうよね。北からなんか少女の嘆く声が聞こえるって言ってたから、さあ北側に出てきましたが、敵がいますね普通に。うん、まあまあこの辺の敵は大したことないと思うのでスルーで。こっちにも行けんのか。こっちって行ったことある？僕の記憶にはないんですけど、忘れてるだけかな。こんなとこ来たことあったっけ。なんか海に面してるし、あんのかな行ったこと。素材がある、以上。はい、何この右のやつ。え、何こいつ。倒したいね。なんかピカピカに光ってたし、なんなん特別な敵なん。ちょっと全力でこいつ倒そう。なんか珍しいんかな、レアモンスターのかな。よし倒した。なんか報酬あんのか。魔物の上をやっつけた。宝箱を落としていった。超万能薬以上。なんや、扉、え、なんだ。神だ。さっき言ってたもんな、洞窟に行ってくれないかみたいな。お前に大事な頼みがある。マヤのことでしょ。知ってんですよこっちは。マヤね、助けよう。じゃあ今からうん、妹前が黄金となり逃げるように旅に出たことを語ったと。とある予言を受けた。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者っていうのは僕のこと、ポルのことですよね。さすればお前の食材も働かされるだろう。さあ、この奥にあいつがいる。この奥にいるあいつ、マヤは、黄金の姿なんですよね。ほらもう、机の上に、テーブルの上に置いてあるものが黄金ですもん。ほらー、輝いてる。黄金に輝いてる。こんな表情で。こんな嘆かわしい表情で。うん、この呪いも打ち破れるかもしれない。さあ、どうやってこれは打ち破るんでしょうか。キラゴルドになってもないもんね、前は。勇者の剣で、この力で一気に元に戻るのか。戦闘とかがあるわけではないんでしょうか。まあでもそうよね、このネックレスの力なんで、魔物がいるわけではないから。さあ、勇者の剣の力を使うと、外れてそう。外れた、めでたい。やあマヤ、お兄ちゃん、楽だったね。キラゴルドになった時に比べたら。さあさあな、これ長い間何も食べてないし、疲れてるんでしょう。あんなずっと体が黄金になってたらね。夢の中で俺のこと助けてくれてた。この夢というのは、あの世界崩壊ルート行った時なんでしょうね。みんなの脳裏にその記憶がちょっとあるっていうのはさ、どうなるんだろう。石井、いいよ、許してやる。いやー、仲いいな。仲良し兄弟ですな。うん、食材が果たされたと。ほう。ね、水ゼルファ倒しに行こうぜ。ってとこなんですけど。マヤ？
あ、もう大丈夫な。タフだね、若いですね、さすが。でもそれよりさ、いやでも自分自身が黄金になっちゃうから。きっちり直してくれたのに、せっかく。ほうほう、一緒に旅してくれっていう、かわいいな。え？海賊王の首飾り。これ何？これもセット装備な？カミュ。海賊王の首飾り、これ何？魅力が上がる盾ガード率。盾ガードはないもんね。武器ガードもないから、守備力も変わらない。これは別にあれか。セット装備とかではないけど、まあ、海賊王になれますよってことですね。海賊王のコートだけがね、どこで手に入るかちょっとわかんないんですけど。いしし、その笑い方。はい。ということで、まあ、前は元に戻りました。よかったね。あっさりと。胎児の根とかあるけど、何もないんでしょう。この奥にあった黄金の城とかはどうなってんやろ。キラゴルドがおらんくなったから。なんもない。いや、そらそうだよね。当たり前なんですけど。こっちの道とか俺行ったんかな。こっちもまあ素材があるだけだと思いますけど。いやー、黄金の城もなくなって、マヤは元に戻ってよかったね。お、宝箱あるやん。来てないやん、やっぱりこっち。俺何してんすか、マジで。てかこんな道がなかったかもしれんな、もしかしたら。雪と氷の狩人、フェンリルの牙、氷の爪、ブリザードアックス。強いんかな。なんか作るまでもないような武器な気がする。はい、ということで、あとこの辺で終わってないイベントというか、あれはあの聖獣の話ですよね。とりあえずじゃあ一旦クレイモランに戻ろうかな。そういやリーズレットさんさ、石の村に行ってほしいんやけど。いやいや、これどうしたらいいの？言ってくれないんですけど。はい。あれ？リーズレットが石の村の復興手伝ってくれるんじゃないの？そんな話じゃなかったっけ？あ、ムンババね、ムンババ。ムンババを、はい、元の聖獣に戻すっていう話ね。これもやってようやくリーズレットが石の村に行ってくれるのかな。さあ、ここにムンババが。もっと先か、もっと奥か。見合ってる。オークキングジャーと、こいつ何やったかな。まあジャー級に強いやつと、なんか見合ってブヒブヒ言ってる。かわいいね。うわん、見つけてきた。どっか行った。ここら辺の敵そんな強くないのでスルーでいきます。さあ、ここ全開してくれるかな。押してくれた。まあ念のためね、お祈りしておこう。さあ、じゃあこの先にいるんでしょう、ムンババが。挑みましょうか。どんぐらい強いかな。でもここら辺の敵がほんまにピキーンって言ったら逃げていくような感じだったんで。あとまあネドラも倒せたし、いけるとは思うんですけどね。いますね、いますいます。さあ、目が緑に光っておりますね。無謀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 ブーン。さあ、行きましょう。とりあえず雷電系、まあ、電位系の呪文でとどめを刺せばいいということになったんと、ということなんで。あ、しまった、ちょっと待って、作戦間違えてる。今多分バッチリ頑張れかなんかにしてる。命令させたい、命令させたい、もちろん命令させたい。はい、じゃあまずポルから。ちょっとグレイグがいきなり狂ってしまってるんです。狂ってしまってるじゃない、食らってしまってるんですけども、まあこんなことをするよりは普通に剣の前でいいんじゃない。
なんかムンババ攻撃力上がってんのか。だからそんな食らってんのか、グレイグが。あのグレイグやもんな。まずはじゃ あ, スクルトかな。まずは攻撃する前にスクルトですね。グレイグ2段スクルトかけたらまあまあ大丈夫かな。大丈夫と信じよう。でベロニカは魔力覚醒さしとく。バイキルトにしようか。バイキルトをポルで。さあこれで一旦、あ、また動ける。じゃあグレイグを回復するか。うん、おうおお、めっちゃ行動できるね。じゃあうーん、魔力覚醒でいいですね。ミス、あ、かわしたんか。防御力が高すぎるのかと思った。いやー強ー。スクルト2段かかってて、これやで。寝るなよ。ベロニカが寝てしまった。マジか、強いなこれ。攻撃力がえげつない。じゃあ無心攻撃でニャガチャチ。あー鉄鉱山でもよかったな。これはどうしましょうかね。まあ回復か。ちょっと一発がでかすぎるんで、毎回回復してこない、しておかないとやばいかもしれない。そういう時はラッキー。オッケー、攻撃力が元に戻った。ミス、これはなんでやろ。寝んなよ。寝すぎや、お前ら寝すぎや。まあでもポルであったおかげで眠りを直す呪文とか持ってないよね。はい、じゃあ普通に剣の前でいきましょうか。よし、会心のおかげで1000超えた。ダメージ量がいいよいいよ。もう一回剣の前行こう。これで倒してもたらあかんねんけど。あ、ダメじゃん。意味ないこれじゃ。いやいやいや、ミスった。剣の前が強すぎる。いや、まあレベル上がったのはええねんけど。おほ、なるほど、何回でもいけるんや。よし、もう一回行こう。てかこれさ、ムンバは普通に倒し続けたら何回も経験値もらえるんちゃう。え、それ強くない？ライデン以外で倒したらさ、めっちゃ経験値もらえるやん。それやる？よくない？それ普通に倒せるし。まだ倒れんか。ここをあえて剣の前とかでとどめさせちゃったら経験値めっちゃ稼げるやん。だって一回倒すごとに1万2000もらえんねんやろ。調子に乗ってたら負けました。マジかよ、なんやねん。よし、完璧や。オッケーオッケー。やっぱ運ゲーやな、行動不能は。負けた時散々眠らされまくったんで。はい、森の聖獣ムンババとなった。いや、目の色も元に戻って、ムフォフォムフォフォ、可愛くなったね。喜んでいるようだ。ムフォムフォフォ、なんか聞いてきてる。いやー可愛いな、お前役に立ちたいだなんて。役に立ってもらえません。ムフォー残念がってる、可愛い。役に立ってもらおう。おー喜んでる、いいねお前。あ、ムンババに行ってもらうんか、石の村に。なるほど、行ってくれ。ムフォームフォーン、やった。これで石の村全部復興さす人いったんじゃないですか。リーズレットに行ってもらうんかと思ってたけど、ムンババに行ってもらうんか。オッケー。ちょっとね、ゴールド半分失っちゃったんですけど、まあまあしゃあないな。ということで、まあこれ、あ、まずエッケハルトのとこに行こう。いやいや、聖獣に戻したぜエッケハルトさんよ。何か用かねじゃないわ。
うん、新たなムンバも生み出すとは。生み出したよ。はい、まあ医師の村に派遣しましたけどね。終わりかいお前、何かお礼は？もたらしてくれるといいのじゃねえわ。ほんま。うん、じゃあせっかくやし石の村も見ていくか。さあ音楽が変わってるね。人探し集めてくれたおかげでありがとうだ。ああなんとかなってるんですかね。復興しているみたいでございます。いやーやってるね門番、やってんね。そうなんですよ、故郷なんですよ。ありがとう守ってくれて。あんなところに素材ある。ピカピカしてる。ベロベローン、ずっと住みたくなるのベローン。なんか君たち意外と石の村似合ってるよね。あんな町にいたのに、グロッタのカジノの町にいたのに。まああの素材はまあ大したことないからいいか。あとさ、これ最近知ったんですけど、地図メニュー採取できるもので取れるものがわかるんですね。あとなんかハテナもあるし、未だに取ったことがないものすらある。てかまああれね、取ったことがあるものだけはわかるんですねっていう感じなんですね。今さら知るというもう物語も終盤やのに。はい、まあ、終盤かどうかわかりませんけど、まあまあ終盤でしょう。うん、いやまあまあ故郷ですからね。お、なんかくれた。エマも お守りシン。エマもって言うと思った。エマのお守りシン、役立つかな。なあ攻撃力が、今攻撃力が上がるものをつけてんのか。あーなるほど、守備力は確かにだいぶ上がるけど、今すでにそんな困ってないからごめんつけないごめんよエマ。ワンワン、ルキも元気そうになって。あとね、なんかピンクの人、あれピンクの人がおったと思ってんけど、エマかさっきの。さあなんかいろいろやってんね。クエストもあるし、さあみんなに一通り話聞いてから終わりましょうかね。うん、忘れるわけないですね。はい、ふるさとですからね。道具屋やってんな、ここデクでも働いてんのか、やっぱり。やあやあ、なんかいいもんある、なんかデクが売ってるもんって良さそうやね。ああ強い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 ぞ。神秘の悟りの効果がつく、マジで。いやー半額、海賊王のコートあるやん。メタルキングベストまで売ってるしな。奇跡の雫も買えるんや。いやー所持金半分になったの痛い。とりあえずこれは絶対買おう。はーい、もちろんね神なんですよね。装備しよう。デュークアックス、めっちゃ強いやん。あでもあれか、強化できるもんな、まだグレイグの斧さらに上がある状態やもんな今。このムチも欲しいな。ボイドアンカー、会心の一撃が少し出やすくなる。めっちゃ強い強い強いものばっかり。これが海賊王か。大海賊の時とあんまり違いが分からんけど、ちょっと大海賊にしてみようか一回。大海賊、あれあれ大海賊、ない撃ってもた俺撃ってもたか、ミスったさっきの流れで撃ってしまったみたいや。違いが分からんあんまり。うん、大海賊の時と何がちゃうんやろ。わかんねえけど、まあ海賊王揃いましたよという感じですね。はい、ではではじゃねえや、ペルラとかにも会いに行こうぜ。いつのいつのクエスト消化してんねん一番初めのやつやんこれ多分。ペルラいるかな。おー、いた大分県。
随分とボロボロに時はゆっくりと、あ、ね、寝かせるんや、いきなり。村の復興の話とかないの？はい。終わり？ああ、言うね、ちゃんと。うん、使命果たしに行きますよ。そればっかり言うな。いつもその、魔王を倒してこいみたいな、使命を果たしてきなさいばっかり言ってきますね。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。